ホーム未来平駅は、茨城県筑波未来市陽光台一丁目にある、首都圏新都市鉄道筑波エクスプレスの駅である。駅番号は、TX16。2006年8月6日時点の駅舎計画当初の、稲谷原駅は、森屋駅と緑の駅の中間点である、現在地より、森屋より 2km ほどの地点に設置される、構想であった。相対式ホーム2面2線を有する。 掘割構造のため駅舎は地平にあり、つくばエクスプレスの駅では唯一駅舎が独立して建てられている。駅舎は鉄筋コンクリート造りであるが屋根を支えるアーチ状の梁は木材となっている。駅コンコースと掘割にあるホームの間に吹き抜けが設けてある。2020年度の1日平均乗車人員は4008人である。 開業以来の1日平均乗車人員推移は、下記の通り。駅前通り駅周辺の住宅街つくば市や田辺地区、つくば来市稲地区、取手市方面への路線バスと、つくば来市のコミュニティバス、未来号が駅前を経由する。また、つくば来市役所稲町車やわら町舎間無料、シャトルバスを運行している。一般路線バスコミュニティバス計画時点での箇所は、 稲谷原駅であったが、工房などにより、未来平駅に決定した。未来平は、元は、筑波エクスプレス沿線地域全体の名称であった、未来平一里から一部引用された名称である。さらにこの駅名に関連し、旧、八原村と旧、稲町が合併して発足した自治体の名称が、筑波未来市となった。ただし、この、筑波未来市の名称については、 様々な議論がなされている。当駅を出発し、本線上を南進すると、次の森谷駅との間に、レッドセクション、直流線5 0 0トの交流、直流接続がある。ありがとうございます。